皆さんこんにちは、田代マリオです。今日はですね、やっと、ミュージカルスリルミー千秋楽を終えることができました。ここはですね、噂のスリルミーカフェです。今ちょっと乾杯してちょっといっぱい飲んだのでちょっと酔っ払ってるんですけど、ここに来て初めて僕これなんていうの、こうお客さんたちがですね、僕たちにメッセージを書いてくださって、今から読ませていただきます。ここのお店も初めて4人とも来たんですけど、なんかセルフとかもねいっぱいあったり、セリフがこう印刷されて貼ってあったり、あと僕らの写真がいっぱいこう大きく掲げてあったり、あとポスター撮影のところが、動画ビデオが流れていたりしてですね、もうこのお店自体がスリルミー、コラボレーションしてくれたんですけど、あとはあれだ、出演者がこう好きな食べ物とかでお店の人がご飯作ってくださって、私メニューとかカレーメニューっていうのがあったそうなんですけど、いかがでしたでしょうか。僕食べれませんでした。僕ら千秋楽今日ここ休業日ということで、こう貸し切ってですね、今日打ち上げなんですけども、いや今日昼公演は、ヤングチームが終わって、ね、夜公演は僕とニーロさんの公演が終わって、最後カーテンコールに、出演者4人出て行ってカーテンコールやったんですけど、もうお客さんがとっても喜んでくださって、盛り上がったので、本当になんだろう、この作品って最後まで拍手もらえないので、今日の公演充実したなっていうのが最後のカーテンコールで僕らも感じるので、今日とても幸せでした。来年の3月もですね、このアトリエフォンテールで、ニーロさんと上演いたします。きっと約5ヶ月後なので、また今回とは違うスリルミー自然となっていくんじゃないかなと思います。僕もボニーとクライドを終えた後ですし、ニーロさんもラカージュとかトライアングルとかいろんな作品を経て、また、2人集まってやりますので、ぜひいらしてください。そして7月もね、また銀河劇場でスリルミーあります。こちらは舞台セットも変わって、栗山さんがですね、また違った中劇場バージョンの演出を、放送になっていらっしゃって、またこう舞台セットもちょっと面白い案があるそうなので、ぜひ、お楽しみください。ということで3月と7月は両方来ていただかないといかないかなと思います。新しいキャストも、迎えるでしょう。誰が来るんでしょうか。もう本当にこの作品はもう本当100分間ずっと出っ張りで、もうセリフもいっぱいあるし歌もいっぱいあって、すごく最初台本もらった時にこれできるのかなと思ったんですけど、まあやれちゃうんですね。やれちゃうというか、いっぱいもちろんミスあったんですけども、壁もある、まだいっぱいこなせなかった部分もたくさんあるんですけど、でもなんかこうやっておかげさまで無事に千秋楽を迎えさせていただきましたので、今回はこれで、まあ許していただいて次回もですね、また素敵なスリルミーの世界を一緒に共有していきたいなと思います。このスリルミーが終わると今度はもう、今日から10日後にピアフの初日がですね、シアタークリエで、開幕いたします。ピアフが終わると今同時進行しているのがクリスマスコンサートの選曲、そしてアレンジ決め、あとはエスコルタの来年の活動の打ち合わせ、2月にですね、国際フォーラムもありますけど、その他にもですね、いろいろあるんじゃないかなと今動いています。あとは1月11日あれだ、オーチャードホールで僕読売工業ガブランさん、前日本武道館でスーザン・ボイルさんのコンサートに僕ゲストでアランさんと石丸幹事さんと、出演させていただいたんですけれども、それで、前回はですね、僕は、日本武道館で一部だけの出演、2部がスーザン・ボイルさんなんですけど、今回はもう1部も2部も出ます。そして前回2曲しか歌わなかったんですけど、今回はいろんな方との二重唱とか、あといろんな方との、あ、じゃない、自分のソロ曲も今まで歌ったことない曲もありますし、もうとにかくいっぱい歌います。そしてこの日は僕の28だ、もう28歳の誕生日です。もう早いですね。マルグリットを最初オーディションを受けたのが24なので、もうあっという間です。もう僕も、ニーロさんがもうすぐ
もう40になるっていうふうにおっしゃってましたけど、僕ももうすぐ30になっちゃうんじゃないかと。20代も残すところ2年とちょっと、ちょっと信じられないですね、この顔でね。なので、まあ今しかできないことをたくさん、チャレンジそして頑張っていきたいし、今を満喫してですね、どんどん次につなげていきたいなと。この後は皆さんピアフに来ていただいて、でそしてクリスマスコンサートも来ていただいて、でボニーとクライドが始まったと思ったら7月11日の僕の誕生日の日のオーチャードホールでコンサートがあるという、あの皆さんもお忙しくなりますよ。あのでもね、あのなかなかこう震災のこともあったりして、まあ、皆さんお仕事もされていると思いますし、なかなか舞台行きたいんだけど行けないんだよという方もたくさんあのメッセージいただきます。ちゃんと届いてます。僕あのそういう方には、いろんなテレビとかラジオとか、ブログでしかあのコミュニケーションできませんけれども、しっかりあの皆さんたちからのパワーいただいてますので、それをですねちゃんと蓄積して、常にこう舞台でそれをですねちゃんとエネルギーにして返して、そしてちゃんと、ブログとか、でも報告して、テレビでも、幅広くですね、この前 NHK にエスコルタ出ましたけれども、日本全国の人にエスコルタも知ってもらって、みんなで音楽と舞台を、楽しんでいきたいなと思います。ということで僕もそろそろ打ち上げに戻ろうかなと思います。本当に、今回はありがとうございました。皆さんよく、あんな、すごく地下深くまで劇場、ありがとう、来てくださってありがとうございました。ごめんなさい、ちょっと酔っ払っちゃってね。大丈夫。ということで、またお会いしましょう。タシモマリオでした。バイバイ。